わっさー、皆さんこんにちは。インテリゲントの下村です。はい、先週ですね、ディリゲントナイトボル8ということで、ディリゲント主催の、パーティーがありました。で、ですね、なんとこちらの、ミックスツアーが、ほとんどだったんですけれども、僕ちょっとビットマット2使っちゃったんですが、スポッティファイ縛りということで、みんな音源を、ダウンロードしたものではなく、DJ パーティーをやってみようというちょっと新たな試みを、テーマにおいて今回のディリゲントナイトをやらせてもらったんですけれども、トラブルはなかったんですが、ちょっと危ないなって思ったところがありまして、今回はそれをちょっと、皆さんに情報共有したいなと思って、動画にしてみます。ですね、Spotify なんですけれども、こちらがですね、そのインターネットが必要だということで、で、ほぼほぼクラブって地下にあるじゃないですか。県外になった時に大変なことになるなっていうのが今ちょっと、危ないなっていうことでな、思ってるんですね。で、対策としてはポケット Wi-Fi で電波が引っ張ってるだったりとか、あとはそのお店さんに Wi-Fi が引いてあれば、問題はないかなって思うんですけれども、もし、引いてないっていう時は先に、クラブさんとかに確認をして、チェックですね、しておいた方がいいのかなって個人的には思いました。はい。でも、Spotify の、メリットってすごいいっぱいあったりするので、楽しくパーティーはできたんですけども、ちょっとサポート的にね、危ねえなーって思ったところだったので、今回はちょっとこちらをですね、皆さんに周知しなきゃいけないと思って、動画にしております。基本的に、このミックスツアーだったりとか、ロードができなくなっちゃうんですよ。楽曲を読み込ませても、あれ読まねえ、波形が出てこないみたいなことが起こり得るんで、基本的にはそのネット環境が、ちゃんとある場所でのみ今のところはできるっていうことで認識しておいてください。はい。魅力的な反面ね、まだちょっと新しい、形だったりもするので、ちょっとこう予想してないトラブルみたいなの出てくると思うんですけれども、これからどんどん改善されてって、Spotify クラウドで DJ するっていうのは、増えてくるのかなと思っておりますので、ちょっとこう被害が増える前にというか、トラブルが増える前に、言っておきたいなと思って今回は、動画にしました。はい。ディリゲントナイト自体はですね、非常に楽しく皆さんで、盛り上がったのかなって思っております。で、この後ですね、ディリゲントナイトのレポートとか、書くんですけれども、Spotify はプレイリストがそのまま公開することができるので、みんながどんな楽曲を使ったのかっていうのがチェックできるかと思います。で、ディリゲントはですね、 Spotify のプレイリストを毎週、週替わりで当番制でですね、公開しておりまして、僕の前回、今回ディリゲントナイトで使ったプレイリスト、実はもう事前公開ということで、前日に公開しているブログとかもあるので、よかったら、ブログの方にアクセスしていただいてチェックしていただければ、僕は何の楽曲を使ったのかなっていうのが、分かるかと思うので、よかったらチェックしてみてください。結構レア曲というか、こんな曲普通に Spotify にあるんだっていうのが、個人的には、テンションが上がった感じだったので、いやどうせ Spotify ってあれでしょ、コアな楽曲ないんでしょとかって思ってる方、いやそんなことないっすよっていうぐらいのプレイリストになってるかと思うので、よかったらチェックしてみてください。はい。で、ディリゲントナイトレポートの方には、各皆さんの、プレイリストも、公開するかと思いますので、そちらもよかったらチェックしてみてください。はい。ではですね、Spotify を使うときは、ネットがつながるかどうか必ず確認してくださいという今回の内容でした。はい。ではですね、また次回お会いしましょう。